はい、どうもエルザです。それではレベナントやっていきたいと思います。そうですね、前回装備の強化をしたので新しく地下の方進んでいきたいなと思います。まあね、もう目の前で声がするんであんまりいい感じはしないんだけど、なんか言った、あれはきつい、あれはきついな。あのでかいやつ何なんだ。おお、爆発やべ。あのでかいやつはちょっと気をつけないといけないね。まさか爆発すると思わん。でしかもなんか残ってるし、煙が。もうね、ところどころでね、足音するからね。いていて、めちゃくちゃ来るじゃん。やばいやばいやばい、数がやばい、数が。この数はえぐいね。しかもまだいるな。しかも全然弾をね出してくれないのよね。さあ、トレートポイントゲットして、左側だね。だよね、音がした。ちょっと待った、これもしかしてなんか出してるやついる？てか銃ってきたね、マジか。やばいやばいやばい。さて、てかなんかね、なんか撃ってきてるしね。よし、こわ。ルミナイトクリスタル、なんかよくわからないのゲットしたけど、やばいやばいやばい。んにゃよしよしよし、近接も大事やね。近接攻撃の切り替えがむず。しかもさ、あれなんかよくわかんないのがあるし、シュラウド？いていていて、いた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 、なんだいつ、ボスか。ちょっと待って待って待って、うおおおおお、
やばい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 、よし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 、いて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 、いった右側の部屋行ったか。いやでもちょっとワープしてああやって動きするんだったら、左側にいるのわかるんだけど、いて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 、でもさ、まだボスっぽいやつが消えてさ、あら、そんなもんなの？いや、気づかれたね。いやー、敵の数が尋常じゃねえな。おお、やばいやばい、あいつがやべえ。どこ行ったかな、あのボスっぽいやつは。まあ、鉄は大量にゲットできるからありがたいんだけど、消えたね。ってことは先か。いやー、あのでけえの来た時がマジでえぐい。うん？君たちは近接だね。くー、怖え。なんだ君。逆に近接で弾くのか。よし、終わったわ。なるほどね、打ち込むだけ無駄と。はあ。いきなり、いきなり求めてきすぎじゃね。まあね、ソウルライフ系っていう、ライフ系かって聞いてるから、まあそれが普通なんだろうけど、えぐいな。ガンスリンガー、連射速度 15% アップ、リロードが 20%。 あー、ありがたいっすね。回復しといて、よし、これはカリティストを強化しとくべきだったな。
ちはいけない。またありましたな。このままだと出血、出血はめんどくさいですね。やばい、正気もやべえし。あのボスめっちゃ逃げるな。今はまだ撃退できれば OK か。なんかそんな感じだよね。マジか。いや、むーずいっすなあ。あ、一応これ変えれるね。はあ。痛い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 。逃げる逃げる逃げる、これは逃げる逃げる。とりあえず飲んで、さあどこ？やっぱある程度削ったらって感じか。うーわ、超物騒な物持ってんじゃん。相変わらず マジってなあ。危なかったわ。本当だよ。いやー、これなかったら回復間に合わないね。いやー、チェックポイント欲しい、そろそろ。
いや、あと味方が欲しいね。そうだね、カルキストにしてガンガンもっと使えるようにしとくのもありだね。ほんとね、きついわ。何回あいつ逃げんだっていうぐらい逃げるね。よし、オッケー。さらに上。ああ、なんかボスっぽいところ来たね。しかも多分、あれかな。セーブポイントないってことは、ここまで戻ってくるって感じか。うーわー。とりあえず一回活力上げて、あと2回使えるんでしょ？よし、とりあえずちょっとずつね。よし、おチェックポイントがあった。あー、よかった。よし、戻ろう。喜んで戻ろう。いやー、よし、これで OK。ああ、ボス直前か。それはそれで嫌だな。じゃあ、行きますか。入り方がダークソウルやわ。さあ、決めようか。なんかいっぱいいる。うーわ、めちゃんこ雑魚湧いてるしね。ちょっと待った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 。しかもあのボスどこいる？これちょっと探さないとダメだね。ずっと出てくるわ。うー、はめはめはめ。うえい。雑魚敵の数よ。マジか。もう本気やな。ってことは始まったら来そうだね。よしよし、目印は火ダメージ。飲もう。いいよいいよ、火ダメージがいい感じで入ってるよ。おー、そういう移動できるの。
おお、はい、もうすよし、どこどこ、よし倒したー、はあ、よし終わったわ。なんやあいつら、いやマジで雑魚的の処理はしなくて正解だったわ。参ったか。さあ何やらアイテムもらったんで、ちょっとね探索した後、多分新モッドだと思うんだよね。いやーマジって大変すぎる。回復系出血とかこの辺りは持っとこうかね。回復の効果が半減だったっけ。いやー辛いわー。まあボス倒した後だからチェックポイントついても問題はないと思うんだけど、おおなんか施設に来たねー。はあ。よし。お、出口かな？いやーでもこれは正解だったね。面白かった。パンパンって言って回避してたらリロードしてくれるからね。あの動き方は強いなー。いやーでも、ボス戦、やっぱ緊張するね。面白いけどね。めっちゃ緊張したわ。いや、つーえ。なので、ダークソウル。まあ、仁王とかやってたから、スタミナ管理多少できるけど、なんだろうね。仁王と違う駆け引きがある感じがして、そこが非常に、難しかったね。あれ？あ、扉が開いてるね。嫌だよ。これで、なんか敵がさらに出てくるとか、やめてよ。あ、チェックポイントあった。よかった。あ、はい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 。これショートカットね。開け方まんまやな。うん、じゃあチェックポイント行きますか。あー、あの前に、そうだね、まあモッドをっていう話だから、あまり機嫌の良くないお姉さんをあそこに行ってモッド見ますか、せっかくなんでね。これは上は、おお、あったあった。こんなもんか。ちなみに今800円か。あ、意外と溜まったね、ボス戦でね。よし、じゃあちょっとモッドを解放しに行きますか。何よ、仕方ないわね。そう、見てあげる。ラトルウィードっていうやつが出るなんだね。10メートル以内で全ての敵を10秒間引きつける。あー。あ、はいはい。ルミナイトクリスタルでここで使うわけね。で、お金も取られると。
まあ、作ってみましょうか。そう、よかったわね。じゃあ消えて。ねえ、もっと。引きつけてくれるのか。あー、これ面白そうだね。おしゃべりする気分じゃないの。例えば、あ、ここでは使えないか、さすがに。あ、切り替わったからか。どんな感じかな。あいつそんな植物って感じはしなかったけど、あー、でも壊したやつは植物っぽいやつか。はいはい、モード変えて撃ちます。うわまあでもおとりになるならそれはそれでありか。あ、意外と硬い。しかもはあ、意外と硬いね。硬いのはいいね。どうしよっかな。ショットガン、よ、任せな。ショットガン、あ、アイテム購入できるんだ。はいはい、ダブルバレルと、あ、へえ、こっちのショットガン強いんだね。スクラップソード、あー、下がる。ハンマー、あ、ハンティングライフルもあるのか。適正10メートル44.5。弾の数がちょっと違うって感じか。まあ今上げてるからそこまで気にしなくて良さそう。マガジン7。あー、7はでかいね、これね。まあ、ハンティングライフ、ハンティングライフ55なの？マジで？なんか予想以上に低かったな。あー、ただ連射性はこっちの方がありそうだね。そうか。じゃあまあ次回お金が貯まったら新しい武器買ってみますか。いやー、まあ初ボス戦やったね。いやー、強かったー。ということで、今回ここまでとなります。なんかモッドがついたことによって見た目がねだいぶ変わってるけど、あ、そうだね、これも確かにモッドがついて形変わってたから、そういうことか。まあまあ次回こちらの続きやっていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。